샬롬 사도라 사도라 샬롬 미나상 この 勉強 では 創世記 の 系図 の 本 について 主要 な 테마 を 説明 する 것 に します。 まず 最初 に 신명기 の 32-7 신명기 32-7 に つい て 見て みましょう。 聖書 ではただイエスについての証だけをします。ルカの 24-27-44、 ヨハネの 5-39-45-47。 例えば地名でベツレヘムという意味はパンの家という意味です。イエス自身が命のパンとして来られた霊的なパンの家です。このようにイスラエルの民の荒野露呈もイエスを証しするものです。モーセの指導のしたイスラエルの民は40年間アラノで移動をしました。そして出エジプトとして最初にスコットで宿営をしました。続けて天幕を打ちながら移動します。荒野での宿営地については民数記の33章に記載させています。民数記33-5、イスラエルの人々はラメセスを出発してスコトに宿営し、イスラエルの民がアラノを通るときに天幕を立てた回数は何回でしょうか。カナンの地ギルガルを含めて合計42の場所に宿営しました。この内容は救済史シリーズの第2巻忘れられた出会いで詳細が出てきます。ではアラノでの最後の宿営地はどこでしょうか。41番目の宿営地モアブの部屋です。イスラエルの民はアラノの荒野露呈で合計41回天幕を立てました。そして42番目はカナンの地ギルガルに最後の天幕を立てました。これはマタイ一章のイエスの系図としてイエスが42代目に来られたことを私たちに思い出させます。興味深い事実は42代目として来られたイエスについての記述です。マタイの 1-14、マタイ 1-14、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。ここで宿られた、インドネシア語ではとどまるというのはヘブライ語ではエスケノセン、その意味はテントを打つ、テントを打つという意味があります。使徒ヨハネが聖書を記録するときに聖霊がこの言葉を使うようにさせたのです。言葉が肉体を着てこられたイエスの初臨の出来事を何に例えましたか。イエスがこの地に来て幕屋を建てたと表現しました。参考までに2コリントの5-1、2コリントの5-1、パウロは人間の体をこの幕屋と述べました。地上の住処である幕屋と述べました。マタイ一章の系図ではイエスが42代目でこの地にテントを打ったという意味です。
また一章の啓示とヨハネ 1-14 の言葉を接続してみましょう。1代目から41代目までは、人間が天幕を張った、あるいはテントを張ったというだけです。しかし42代目は、御言葉は肉体となってテントを張ったとなります。神の御言葉がこの地に来られた天幕なのです。最後の日に神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住むようになります。黙示録 21-3、 続けて黙示録の 7-15、 黙示録 7-15、 それゆえ彼らは神の玉座に前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。黙示録の 21-3、 黙示録 21-3、 神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、主がこの地に再臨して、私たちは永遠の天国に導かれます。私たちが入る最後の宿営の場所がまさに天国です。新しい天と新しい地、精神、魂、新しい心と新しい体、これを表にまとめると次の通りです。比べてみましょう。荒野、そして2番目はカナン、天国の象徴です。荒野は教会の象徴です。民数記33章では、荒野露呈、41番目の最後の宿営地のモアブ平地、そしてカナンは42番目の宿営地、カナンの地ギルガルです。マタイの一章を見てみると、イエスの系図は41代目にイエスが誕生しました。イエスはとどまります。マタイ一章でカナンでは42代目にイエス様を42代目として記載されています。私たちの適用することは、荒野は私たちの心に御言葉であるイエスを祀る、ヨハネの 1-1。 カナン、天国の象徴では、私たちがイエスと一つにされて天国に入る、ヨハネ 17-23。 また一章の啓示でダビデの名前が2回で記録されます。したがってイエス様は41代で生まれましたが、イエス様は41代目に誕生しましたが、42代目として記載されています。私たちがどのように適用するのでしょうか。私たちそれぞれがイエス様を心に迎えて、霊的なカナンの地、天国に入らなければなりません。荒野の最後の41番目の宿営地、モアブの部屋は救済史的に非常に重要です。民数記の 33-48、 49、50、 民数記の 38-48、 49、50 を見ると、モアブの部屋を3回も繰り返し述べています。最後の宿営地であるこのモアブ平地で起こった出来事の中で、大きな割合を占める出来事があります。それはモーセが荒野2世代に律法を再解説したことでした。
つまり約束の地に入る前にモーセは新世代に御言葉を教えました。その内容を記録したことがモーセ5章の最後の章、申命記です。申命記の 1の1と3と5、申命記においても申命記の 32の7は申命記全体の結論のようなもので最も重要な説です。この申命記32の7は救済士の著者が祈りながら途中で行き止まった説です。1番目に遠い昔の日々を思い越し、2、ヨヨの年を顧みよ、3番、あなたの父に問えば告げてくれるだろう、長老に尋ねれば話してくれるだろう。これは死を前にしたモーセが第二世代への思いやりと心配に満ちた心情で最後に遺言した言葉です。ここで遠い昔の日々を思い起こしなさいというとき漠然としています。一体ここで言っている昔とはいつを指すのだろう、昔とは何なのだろう、命令形で書いて記憶するようにさせるほど何なのだろうか。救済士シリーズの著者アブラハン・パク牧師の頭がぼんやりしていたのが突然明確に悟ったと言われました。ああ、ここに神様が願われる深い隠された意味があるのだ。アブラハン・パク牧師は涙を流しながら地面をたたいて昼は聖書を読み夜は祈りました。聖書は行ったり来たりしながら昔の年代を記憶しようとしました。その瞬間神の恵みの中で創世記5章と11章の系図が浮かび上がったそうです。この2つの系図がモーセの2番目の命令です。救済史において重要なマイルストーンとなりました。この時間にまず昔を思い出しなさいの昔の言語そのままの意味を見てみましょう。昔イニシエを示すときは通常ケドマという言葉を使用します。詩編の77の5と11、詩編143の5、イザヤの51の9、アイカの1の7、ところが第二世代にモーセが記憶すべき昔を使うときにはイエモトオラムと表現します。ここで昔イニシエはヘブライ語ではオラム、永遠にという意味があります。また2種類の意味があります。1番目に過去に向けた非常に長い時間、非常に古い古代はるか太古の時。2番目に未来に向けた非常に長い時間、生涯にわたってあるいは永遠にという意味です。ですから系図の昔を介して終末も見通すことができるのです。イザヤの46の10、イザヤ46の10、私は初めからすでに先のことを告げ、まだならないことをすでに昔から約束しておいた。
初めからすでに先のことを告げ、初めから私の計画は必ずなり、私は望むことをすべて実行する。ここで昔あるいは古はイスラエル民族が帯同した起源までは言います。アブラハム、主はアブラハムを一人を呼びました。イサク、ヤコブ、そこまで戻ります。ヤコブの父はイサク、イサクの父はアブラハム。アブラハムは創世記の系図を見ると、アブラハムはノアと10代前のノアと一緒に生きていました。ノアはラメクの父で、ラメクはアダムと共に生きていました。これが救済史シリーズの1冊目に書かれています。さらにアダムとエヴァの創造まで遡ります。つまり初めから今まで全ての救済史の内容を含んでいます。宇宙万物の創造、エデンの園でアダムとエヴァの堕落、松明の契約、出エジプトなど全てを含んでいます。では結局モーセがアラノの第2世代に記憶するように強調した昔とは何でしょうか。単なる昔ではなく、神の救いの歴史としての昔です。神が救済史のメインパーソンを主人公を呼びました。なぜ私たちは今日救済史を学ばなければならないのですか。私たちが昔からを知るためです。私たちの信仰がより強くなるためです。一番目に神様の契約をしっかり記憶すれば信仰が健康になるからです。二番目に健康な強固な信仰を持つとき、全てのことにおいて会社があふれるからです。三番目にその結果、心の中で喜びと賛美が止まらなくなります。詩篇の111-1-4、詩篇111-1-4。今日はこの勉強の最初の時間に、救済の概念と救済史の期間について皆さんが理解をしていただき、霊的なカナン、天国に入ることができますように、主が祝福されますように。アーメン。Tuhan memberkati.